聞かない？お部屋探しはホームメイトにお任せください。東建コーポレーションです。気持ちいい生活しようよ。暮らしに身近なエネルギー、朝日ガス。暮らしの中のアクシデント、交通安全はまず家庭から。暮らしの中の心がけ、三重県交通災害共済です。三重県からのお知らせです。三重県では三重県フラワーフェスティバルを今月15日土曜日、16日日曜日に桑名市で開催します。詳しいことは三重県農芸畜産課へお問い合わせください。今日、津のハウジングセンターへ行きました。素敵な家がいっぱいありました。お父さんは今日から禁煙、ちょっぴりかわいそうかな。タックスがいっぱい売るから買う株が高く買える。わかる。車買う株、タックス売る売る、いっぱい売るから高く買える。車買います、買います、買う買う、ちゃんと買います。あなたの愛車和牛サーロインステーキ1枚1280円、エビ17尾698円、秋田小町10キロ3980円などなど。16日日曜は皆さんでさあやっぱ、おいでよビタミン横丁、みんな元気でみんなピチピチ、よろしくね。あなたの街のビタミンドラッグ、みんなでおいでよ。パパも私もみんなここが好きです。そう、ここへ来ると優しい風に出会える、そんな気分になれるもの。触れ合い大切、キュートラ。これは難しい。よし、決めた。土地活用、これぞ本物。いい仕事してますね。高岡オタックから。JA グループ三重の提供でお送りします。社会人になったら始めましょう。社会人になったら、なったら JA 貯金始めましょう。社会人になったら、なったら自分の口座持ちましょう。社会人になったら、給与振込からローンまで社会に出たら始めよう。応援します。JA 貯金、 JA カードもよろしく。こんばんは。春の選抜高校野球の組み合わせ抽選が今日大阪で行われ、桑名西高校は栃木県代表の国学院栃木と対戦することになりました。桑名西高校17番です。いや、みんなも選手の他のみんなも3日目ぐらいがやっぱいいって言ってたので聞いて嬉しいです。まあチームワークがいい試合をしたいです。不安は西高校と決まりました。初戦の相手どうでしょう。まあ、まだあまりよく知らないんで、これからどんどん研究して、まあ、いい試合ができればいいなと思ってます。左投げのエースも調子を上げてきているということです。選抜高校野球は26日に開幕し、桑名西高校は大会3日目の第3試合で国学院栃木と対戦します。ニュージーランド生まれのレジャースポーツローラーリュージの本格コースが国内で初めて飯南郡飯高町に完成し、今日竣工式が行われました。はじめに三重県の北川知事やローラーリュージュ発祥の地ニュージーランドロトルア市のダラハム市長らによってテープカットが行われ完成を祝いました。ローラーリュージュは強化プラスチック製のカートで坂を下るスポーツで、完成したコースは延長820メートル、高低差90メートルで最高で時速30キロに達し、体感スピードは80キロにもなるということです。
現在国内では青森や新潟など6カ所でローラー流児コースの建設が進められており、今後新しいスポーツとして注目を集めそうです。松阪市で2歳の女の子が駐車場から車を出そうとした母親の乗用車にひかれて死亡しました。今日午後1時10分ごろ、松阪市上川町の市営団地の駐車場で24歳の主婦が買い物に行こうと乗用車をバックさせた際、後ろにいた2歳の長女に気づかず誤って後輪付近で引っ掛けました。女の子はすぐに救急車で病院に運ばれましたが、午後3時ごろ頭部外傷により死亡しました。警察の調べによりますと、母親は一人で買い物に行く予定で、家の中にいると思っていた長女がいつの間にか外に出てきていたということです。変わりまして、花と緑のあふれた三重づくりを進めようと、第5回三重県フラワーフェスティバルが今日から桑名市で始まりました。開会式では毎日の生活に積極的に花を取り入れている個人や団体の表彰が行われ、菰野町とヤマハリゾートネムの里、それに四日市の吉田月子さんが知事賞を受賞しました。メイン会場となっています桑名市文化会館では、パンジーやアースリウム、シャクナゲなど色鮮やかな春の花を集めた様々なフラワーアレンジメントに加え、市民サークルによる生け花など合わせて5万株が展示されています。このほかフラワーアレンジメントの即売会や木綿を使った花の細工作り、伊勢型紙による花の色紙作りなども行われていて、たくさんの人たちが花と緑に心を和ませていました。このフラワーフェスティバルは明日も開かれることになっています。男性と女性が共に活躍できる社会づくりについて考える女性の集い四日市が今日四日市市文化会館で開かれました。四日市に女性課が設置された平成5年から毎年開かれているもので、今回は女性と育児をテーマに講演やワークショップが行われました。講演では三重大学学長の竹村康夫さんと陽子さん夫妻が、子供がいるだけで人生の充実度が全く違います、一般論になりますが子育てを負担と感じず楽しんだら良いのではと、学生結婚をした経験から独自の子育てストーリーを紹介しました。会場を移して行われたワークショップでは、女性ほどの気配りはないものの男性にできない家事はない、男性は単に甘えているだけだなど、自ら家庭参加を実践している男性から厳しい意見が出されました。四日市では今年8月から子育てを親に代わって手伝うファミリーサポートシステムを始めることになっていて、女性課では女性はこうあるべきだという考え方を男性に限らず女性からも取り除いていきたいと話していました。雑草を防ぎ水漏れしない田んぼのあぜ作りが、このほど東海地区では初めて阿賀郡阿能町の水田で実演されました。香川県の資材メーカーが土壌の凝固剤を考案したもので、この日は地元の農家の人たちが見学に集まりました。夏場の草刈りをはじめ、モグラの穴による水漏れ被害など水田のあぜ管理は大変な作業を伴いますが、それを省力化しようというものです。あぜの作り方は至ってシンプル、従来の土壌にセメントと凝固剤、それに水を加え、その上をあぜローターが攪拌しながら固めていきます。美しい仕上がりに驚かされますが、100メートル作るのに資材費だけで10万円、耐久性はおよそ5年間ということです。農家の人たちに感想を聞いてみました。夏のうちに3遍も5遍も絡んでるんだな、1年夏だけでな。で、それ絡んでてよろしいな、これは1回来たなと思って、私も見に行きたいな。出来上がりを見たのは確かに綺麗やし、いいと思うねんけど、100メーターが10万円かかると、そんなこと人にしてもっても簡単にできると。ホテル地区いう形で今年度から30地区この補助対象になっておりますので、やっぱり半額補助とか3分の1の補助になりますので、その点はやっぱり科学的なものはクリアされると思いますけど。
この味作りは四国や東北各地ではかなり知られているようですが、普及するまでにはまだまだ時間がかかりそうです。さて、日本に3つしかない猫を描いた涅槃像の御開帳が被災市榊原町の臨正寺で行われています。開帳されたのは被災市の指定文化財にもなっている涅槃像曼荼羅で、中央に横たわるお釈迦様の下に三毛猫が描かれています。仏教ではお釈迦様に薬をあげようとしたネズミの敵猫はあまり縁起のいいものとはされておらず、猫が描かれた涅槃像は国内に3つしかありません。臨正寺涅槃像の御開帳は明日も行われます。どれもこれも気に入らないわ。こちら、え、あら、お試しになります。この色、この艶、この香り、それはパールライス。よくお似合いですわ。約束します。おいしい印パールライス。安心してお求めいただけるユーカーをずらり展示の鈴鹿市北玉垣JAO と三重、情報先取り者もいっぱい、信頼の JA だから安心です。 JAO と三重、 JA グループ三重の提供でお送りしました。いらっしゃいませ。 JA の自賠責協賛にご加入ですね。ご一緒に自動車協賛はいかがですか。セットでご加入いただくと大変お得なんですよ。はい、ありがとうございます。セット一つ入ります。はい、セット一つ。セット加入でお得な JA の自動車自賠責協賛。え、ポテト。ポテトはないんですけど。 JA 協賛。いろんな声をキャッチする好感度新聞、中日新聞です。自営業の皆さん、入ってますか国民年金基金。老後は安心、老後は安心。公的年金だから安心ですよ。国民年金基金。三重県からのお知らせです。三重県では三重県フラワーフェスティバルを今月15日土曜日、16日日曜日に桑名市で開催します。詳しいことは三重県農芸畜産課へお問い合わせください。これは難しい。よし、決めた。土地活用、これぞ本物。いい仕事してますね。高岡オタックから。和牛サーロインステーキ1枚1280円、エビ17尾698円、秋田小町10キロ3980円などなど。16日日曜は皆さんでさあやっぱり。伊勢カントリークラブの提供でお送りします。自然と調和し落ち着いた格調高い景観を見せる伊勢カントリークラブは、多摩インターからおよそ5分、歴史と伝統を誇る戦略性豊かなチャンピオンコースに挑戦してください。天気予報です。三重県北中部の明日は南東の風がやや強く、後北西の風、曇りで昼前までところにより一時雨が降るでしょう。三重県南部の明日は南東の風がやや強く、後北西の風、曇りで明け方まで雨が降るでしょう。三重県伊賀地方の明日は南東の風がやや強く、後北西の風、曇りで昼前までところにより一時雨が降るでしょう。愛知県地方の明日は南の風のち北西の風、曇りで昼前までところにより一時雨が降るでしょう。大阪地方、明日は北の風がのちやや強く、曇りでところにより一時雨が降るでしょう。天気予報でした。自然と調和し落ち着いた格調高い景観を見せる伊勢カントリークラブは、
多摩インターからおよそ5分、歴史と伝統を誇る戦略性豊かなチャンピオンコースに挑戦してください。伊勢カントリークラブの提供でお送りしました。